その上登っていきます。はい、タマウド食べられます。チクリンでーす。はしゃぐな。タケノコです。私この島探検して地図を描きました。ハンバーグプレートでしょこれ。俺は地図と言えるんでしょうか。今いるのがここです。堤防があってここにいます。ほうほうほう。で水がここです。はいはい。なのでさっきの湧き水のとこね。そうです、うん、水かきって書いてるんですけど。あ、かきとったと。はい、竹ここです。ほいほい。こんな感じでまずは竹を取りに行こうと思います。こうはいけないんですね。ここ山の上なんですよ。ここここがけ、ここがけ、こっち行けないんだ。行けないね。それが不便よね。無人島に不便とかないですから、ないですから。もう田原市に行ってここに1個ちょっとバイパス通してもらおうかな。そしたら この上登っていきます。はい。なんか亜熱帯じゃないですけど本当にジャングルのような。いや本当、ね、緑足に絡まりつきますね。やっぱ人はほとんど入らないんだろうね。一応道にはなってるけど、これ何ですか。これよくぞ見つけましたもん。何これ。これはタマウドという植物で、ウド食べられます。ウド。これなんかニョキニョキした感じがちょっと似てはいますよね。そうです。これをポキッとやってこれを塩茹でして食べると爽やかで美味しいんですよ。すごい、はい、ここから行けばいいかな。はい、行けば大丈夫です。あ、これは取りやすい。パキッて。あ、大きいブロッコリー並みです。ありがとうございます。これどうしました、どうしました。わかんないけど何食べちゃいました。この辺に食料あるんです。こちら、笹の子というものです。おー、ちっちゃい。はい、これの笹の子供で、うん、よいしょ、ここポキッとやってあげると食べれんの。もちろん。これを中の方、あの柔らかいものがあるので、うん、これ取り出して食べられます。アスパラみたいな、なんか形状だけど味は本当にタケノコそっくり。これも取っていきましょう。いいですね。うわ、なんかほら大きいですよね。久々見たこのベージュのバッタ。ベージュのバッタって言うんですか。でもちょっと渋いけどね、渋めの色でね、うん、どこですか、どこですか。これこれこれ。いや、取れない。なんで、なんで、なんで、貴重な食料が。やめてやめて。ここの、ちょっと、ここの食料。ここに来たらいいから、分かった。やだ、すごい。やめな、やめ、ほんとにもう、うわー、もう困るね、あの子。これ山椒ですよ。山椒。あ、山椒向き。本当だ。山椒ってあの調味料にもなる。そうです。だってこの葉っぱとかさ、ちょっといいなんかお弁当とかの上とか乗ってないたまに。ちょっと香りは弱いかもしれない。これ、あ、でも大きいの。します。うん。いいですか。遠くに。うん。山椒いますね。いる。あ、ですか。うん。取ってきますか。これどうやって食べるの。これはメインでは食べないので、まあ、何かに添えたりとか。アクセントで使う。そうですね、うん、地面から生えてるものはもっと匂いが強いので見つけたらそれも、ちょっとでいいね、これはね。そうですね、そんなに食べないなら、ね、まあ色で添えて、うん、いいんじゃない、はい、はい、OK です。アクセントで使いましょう。これが山椒なんだ、はい、これが山椒でございます。野生の山椒。ここをカホナンさんが普段一人で歩いてると思うとすごいことですよね。なんか戻れる気がしないじゃないですか、うん、あとやっぱ未知なるものが出てきそうで怖いよ。うんうんうん。足元注意です。足元注意です。はい、足元注意です。足元注意です。あれ、やっぱ若いなお前ら。よいしょ、たどり着きました。竹林。竹林。竹林。竹ですよ。竹ですよ、竹。大久保さん来ましたよ。聞こえてるから。こちら、竹林でーす。です。はしゃぐな。マジはしゃぐな。見てください、大久保さん。あ、ほら、これ竹の子。竹の子です。確かに竹の子だ。あっちいっぱいありますよ、ほら。あ、ほんとだ、ここも。いっぱい顔出してる。いっぱいありますよ。ほんとだ、立派な。
あらら、タケノコちゃん、これ食べれるから取ってきましょう。食べれる？周りから行けってね。タケノコ掘りは得意ですか？やったことねえよ。おお無人島で初体験でもちょっと分かんないんだよね、どこが、まあ、そうですよね、うん、ちっちゃいし大事に大事にさ、やった、丁寧だ。ちょっともう無理だな。あれあれ、そのギブだ。あれ、美味しいタケノコがこんな近くに。誰かやんな。あれあれ、お父さん、あれグッといきます。はい、よいしょ、お、よいしょ、頑張れ、よいしょ、腰入れよ、よいしょ、よいしょ、いけー、頑張れ、負けんな。おー、いけー、取れたー、取れたー、取れたー、降りましたね。ちょっと貸して。はい。取っただあれあれ、ゲッター。全然汗かいてないですよ。本当に涼しい顔で。ちょっと貸して。あれ、やったね、これ夜焼いて食べようぜ。本当に悪い人ですね。あ、すごい簡単にいけた。よし、お父さん、どんな思いなんで、ね、どんな思いで日頃の、なんで私ばっか、なんで私がやめた。本気の真っ先でしたね。なんか鋭かったですね。あ、ちょっと日頃のね、トータルな不安と悩みをぶちまけ、ね、すごい綺麗にされてます。迷いがない。美しい、美しいですね。カッていけそうだね。本当ですね、みずみずしい。まさかタケノコ掘りがストレス発散だとは知らなかったです。ね、うん、これ OK ですね。はい、行きますよ。いいですか？どっちもいいですよ。じゃあ行きます。日頃の仕事のストレスをぶつけろ。下の方、スタジオばっか嫌がってあいつ、ロケにも回れ。ロケにも回れ。もうあんなにたくさん食べさせて。ほら、間違った。やっぱあんまり悪いこと言ってないですね。人を妬んだりね、羨んだりするとそうなるんだよ。竹の子も怒ってますよ。そうね、やっぱ良くないよ。良くない、良くない。本当に良くないね。でも美味しい竹の子ですね、きっとこれ。あの辺の竹をいつも取っています。あ、本当だ、こんな奥に入ってきてんだ。これ結構大きい長い竹よ、これ。トライしてみません？竹切りみー。はい、竹切りの大久保さん、やりましょう。ちょっと見本見せてもらえます？見本ですか？やったことないんですよ。そうですね、斜面がこうなってるので、こっちに倒したいので、うん、まず竹のこっち側を切りまして。すげえなー、あれだってそう簡単じゃないですよ。いや、そうよ。左手でさ、押さえてさ、うん、来るぞ、来ますよ。おっ、あ、取れんかった。ここからですね。立った。今、切れたので。ええー。うわ、よいしょ。おーおーおー、すごい。わー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 。大きい。倒れますよ。倒れますよ。来るよ、来るよ。倒れますよ。いやー。来る、来る。おい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 。取れましたー。すごくない、あの子。ちょっとした事故かと思いましたね。すごいよ。で、林業でしょ、もうこんなん。この笹の部分はいらないのでカットしちゃいます。簡単と進んでいきますね。そうなのよ。この作業をやっていただきます。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、頑張ってください。え、大久保さん、頑張ってください。素敵です。あ、でも座れるかも。そんなに座ったやつに座っていけるかも。あ、可愛らしく切れております。大久保さん、頑張って。日が暮れちゃいますよ。力をもっと入れてください。音だけが聞こえてます。ガガガと言ってるんですね、私の中では。今何十センチとかありますか？今1センチぐらい入りました。1センチ入りましたね。大久保さん、楽しいですか？楽しくないです。いい運動になりますよ。運動ですね。私はちょっと逃げますね、倒れるかもしれないので。え、どうしたらいいんだろう、これ。あ、そのまま進めていただいて、みちみちみちって言い始めると思うので。お父さん、もうちょっとですよ。これ多分今ベスト。あ、あ、来た来た。どうする？あ、来ました。あ、行くよ、そっち行くよ、そっち行くよ、そっち行くよ。
か？怖い。まあそれは跳ねちゃうのでちょっと避けていただいて。よいしょ。おー離れた。あー怖い。頑張ってください。頑張って、奥間さん。頑張って、頑張って。怖い。怖い。怪我しないように。何の修行ですかこれ。女子会です。女子会を作るためです。これ女子会をやってるんですか今。はい、今ちょっと間違いないです。女子会です。これ怖い。どうしたらいいのか。怖いよ。痛い。足になんかいっぱい引っかかってるし。怖い。痛い。怖い。痛い。泣かないで。痛い。怖い。いや本当ね、多分立派に成長した竹いただいて、はい、すげえなお前すごいこの子もうちょっと力抜いて入れてんのよ楽器じゃないですから脇き締めてああおめでとうございます手首グラングランこうこうですかポンポンポンと、はい、こうですねはいわかりました起きたー早いすごいのりちゃん私の一番弟子ありがとうございます全然羨ましくない今絆がこう出たってこと頑張るぞとは1ミリも学ばないですか本当に大久保さんあっち持っていた私こっち持とうかなのりちゃんはじゃあ私はタケノコを担当していきます腹立つわなんか言いましたかいやーマジか行こうはい女子会会場に帰りましょう行こう下山しましょう下山しましょううわこれは重ならない方がいいか ねディスタンス取りながらディスタンス取りながらね、はい、いや今んとこ平気よこれあたくましく大久保さんもだいぶ慣れていきましたよね何なのあの子何の躊躇もなく持って歩いてますよあタケノコだ撮りました撮りました大久保さんとずっと行きますはい師匠もマイペースになっちゃったどんどん行っちゃって置いてかれましたね師匠がもう見切られたかもしれないあ、素敵です物干し竿のあんまり良くないな。釣れました。